さあ、録画開始いたしました。本日が2月7日の高田の馬場美香とユニティガイギザートレブ2の目標シングル大会。明日はお休み、明後日から3連休の勝者の大会となります。なんか大会名が思いつかなかったね。何にしようかな。まあ、3連休エボジャパン前ダメだ、エボジャパン福岡だしあんま関係ないしな。さあ0回戦が3試合、太郎くんヘヒョン対テレリオ、イノゴンザブローファースト対ロイソル、コイチイノ対オギちゃんジョニー。それが終わりますと太郎ゴトゥリオ勝者と投げファーストゴンザブロー、ロイ勝者とイスカの大佐スレイヤー。鍵シメットマン平岡海は、唯一の1回戦ですね。何もない1回戦です。8トーナメントにいる間は上数があります。さあここはボールか、回っていく。さあロイさん火曜大会の前合戦です。あ、トゥリオさん到着ということで、トゥリオさんはですねこの後太郎さんのクンヘヒョンと0回戦になります。でウィナーズにいる間はルーザーズがあります。おお、ちゃんと吹っ飛ばしていく。足を背負ったが走っていきます。やっぱこの更新祭本戦が3月ぐらい直前の引っ越し前でございます。ロイさんかなり仕上がってきてる印象です。はい、この辺でお聞きください。ポンちゃんもうっと遠距です。ここはロマンキャンセルを使用して殺し切りのルート。花素晴らしい。今日はね保護者の対策もついてますから上手くなりましたね。最近ゴンちゃんはね年下なんですけど、やっぱね生意気な感じがねいいっすよね俺と話してる基本的に敬語なんですけど、たまーにこうポロッと出るため口がいいなって俺は何も言わないですね。さあ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 メテオは全く味方しませんでしたね。おーっともう一回出していくー。うまそかってメテオで走った。ロイソルのお箱はおいお前いい加減しろよお前いい加減しろよ。メテオ出すぎだよお前。だからなんだそのタックはドクドクドクっと出てきて捕まってしまう。ダシャイカウントヒト、上海からのカウントヒト決めていったのはゴンザブローくん。ゴンちゃん出すぎだよ。急激な変調が始まってますね。大佐の解説が入ってて面白い。はい、太郎さんのクムヘヒョンとトゥーリョさんのイノエマンドです。さあ、レディース大会も3連休中、うん、そう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 、1日2種目やる感じですかね。1日3種目とかやる体力はもうない。昔は毎日大会やっても平気だぜって思ったんですけど、最近もう露骨に大会しんどいなっていう日が増えたんで年には勝てんな。10年前でも本当いや毎日大会いけるわとかね、え北斗の多攻撃前とか三鉄して中野 TRF で大会やってたんですけど無理っすね。さあトゥーリオイのターン、タロークヘヒョン、いやー開幕一定のが体力半分、ジャンディ持ち上げて引き攻めに入ったら前ピンから空中ダッシュ縦S ハイから E 中出したて、森さんは海外勢の方コミュニケーションだったんですけど、もう何言ってるか分かんない時は本当に Google 翻訳すごいですよね。渡して書いてください最高です。うーん GT が飛び出たーっと両三角ゲージあるが、このゲージでったけど怖いが、これは確かに戻った。じゃあはい落ちた、まあそう超電弾を、ここはケミカルで総裁一発目当たると終わってしまうか。つついて、グー投げ、まだわからない、投げ返した、これ、マイピートがあるんですけども、ここは読んでましたね、もう一回遊べる、いやー、もう一回、やっ、超デッカー走って、ジャンプ、T、チーンと、下に投げる、いや、クマーヘヘンの 2P は何だろう、歴代の。
コパン俺が使ってるんだけど、やっぱ時の2ピンに近いものは感じますね。時っぽい、ほんと前ハイが何者が来てよかった。よいしょ、落としてフリッツ溜めていく。うぅ怖え、ちょっとでも遅れていたらカウンターヒットでしたが拾えないぞ。どうする、これは音符の削り、いや、おいしいフルコンボやべえ、ビオレ、これ前ピンはここまで振らない。ゲダメよくアドション、それがんじゃないよ、早めさゲージは 50% 持っている、怖い怖いが攻めなきゃ勝てない。タッチピンバイク、これはダウンを取って3ホバー、怖い中盤3点勝、怖いが爆戦ピピちょっと当たらない、前ジャンプ続かないドジャンプ系、しかしやられたても伸びている対等失敗を振ると危ない。こちらジャンディが当たらない、完成打ちすぎた、2杯足払い溜めて有利取って、波足早草早草、あー投げなかった、パソスカーフが立て、いやーよくガードしました、中段中段のタク、いやーしかしジャンディ、ジャンディ先端ここ当たらないように踏んでいたか、ファーストコリオンだか、怖いガードして、下段ロマンキャンセルはガードをしていました、素晴らしいホバーからと空中ダッシュといい判断ですね、バータイコンボとなりました、勝ちましたのは、トゥリオさんの犬、太郎さんはルーザーズ1番です、ラスト0回戦、3試合目小石さんの犬とおぎちゃんさんのジョニー A 番台です。おごめんなさい、まあ、確かに破眼剣だね、前トック組むの前 B、 あれビーム出たらさすがにギルティギアエクザーズ、さあこの試合が終わると1回戦入っていきます。順番にやっていきます、上からトゥーリオさんと投げさん、ゴンゾバロー君といつかの大佐、笑っちゃったよプライドマッチ、鍵新さんのベトランと平岡先輩中井、小石さん、ウイちゃんさん勝った方と山さんのメイと続きます、よろしくお願いいたします。こいつさんってあのクリフ使いのって情報古すぎるよね何年前、6年くらい前、年か、あとは消毒受け身狩り、縦からハイスラ狂言、縦拾って亀足垂直ジャンプ、いいハイスラ飛んできた、ここはちょっと見つかりな上段打ってしまった、エミジャルさせて大きい攻め、ジャンハイさせて、ちょっとバスト、松井が金バスト、ここは限界までね、バースト警戒して使わせることで成功、あとは攻め切るだけ、ジョニー側はゲージ 25% 欲しいところですが、ここで溜まっている、さらにファイスラーで少しずつ前へ前へ、タイミングがどうなってるか見えねえ、おっとブリッツが漏れてしまった、ここは置き攻め厳しい、先端ジャンエスで崩して画面端に持っていく、ゲージは 25% 黄色でまずは引っ掛けました、ジャンプファイスラー、まず1本小一のさあ開幕でジョニー触るとかなり危ないが、前ピーダイブしていく、読まれてしまうと、かなりリスクはあるんですが、やはりこれを振っていかないと、ジョニーのリグラウンドカウンター確認、素晴らしい、決済からのこれバスト、ロマンキャンセルしているし、しっかりと逃げす、最低限しっかりとコンボ、直前カウンセルともうちょっと高いコンボが入りそうですね、さあ橋起き上がれるか、オフィシャンジョニーテンパグル返した、さあスリーピーダイ前に出る、2杯すら、ここは前 P と先ほどちょっと空振りに反応できなかったんですが、ここは前 P で返していきました、2回目は通しませんでした、小1位のが勝利です。おぎちゃんさんは3番なんで、もうルーザーズできます、ロイさんとおぎちゃんさんのジョニー、B 番内でルーザーズ0回戦お願いいたします。では2回戦入っていきましょう、ごめんなさい1回戦です、トゥーリオさんのいいのと投げさんのファースト、今日は、左側、ウィナーズトーナメントにいる間はルーザーズがあります、どこで負けてもルーザーズがある形になります、よろしくお願いいたします。
さあ、ゼロ回戦とゼロ回戦が終了いたしまして、B マン内では、ルーザーズの方もできる感じです。でロイさんとおぎちゃんさんが終わりましたら、太郎さんと連戦になります。加藤がね、よろしくお願いいたします。プリオさん、投げさんですね。このカードはまあいいのが厳しいと伺っておりますが、どうなるでしょうか。投げさんはね、ガード硬いのに、ちゃんとそのガード硬いだけじゃなくてやった割り込み方もね、割り切ってしっかり暴れたけど、すごく読みづらい。どうやってけど暴れ潰しにするか、パクっていくかみたいなのがすごく悩みますよね。安心してください。保険証はいりませんよ。さて、行きましょう。これが1回戦。レベル高い。さあ、前 P の範囲、それより外に出て手を刺してきました。ちょっとリターンには遊びつかない。しかしこれを見せていきたいところですよね。しっかりと体勢を出してそこに反撃いつか決めていきたいところですが、刺していく。うまい。ジャンハイまで。この辺もしっかり処理ます。さあダウンを取ったが、ジャンプで逃げる。そしてあんまり控えをしとけばドリルで返されちゃったりはしますけどね。こういったジャンプビートの使い方もさすがといったところ、しゃがんで透かして投げていく。ハンマーを確認して中段くるし足払い装填味見。これはガードを避けたいところにドリを刺す。展開が早い。しっかりここはガードしてるが黄色キャンセルで攻め継続。立ち配足払い装填。さすがの1本目投げ3のファーストです。まあ、音符はちょっと届かない。やられ判定を先行させて潰しています。8K でここは飛んでドリル刺したいところに 8K 刺してきましたね。これに対して後悔していくか。トークキツルが通った足場から装填。ここはいい相手も出た。縦弓から1は攻めきれませんよね。あ、太郎さんと、はい、太郎さん連戦で B 番台お願いします。ダメなし。うわーっと私もハンマー逃げたい。おお、助けそうでいった。助けが拾えず、めったぎりギリギリの場合で投げていきました。投げさんがここも勝利です。プリオさんはルーザーズの4番に移動となります。投げさんはこの後2回戦ですね。続いて下の方に行きます。ゴンザムロー君のファーストといつかの対策スレイヤー行きましょう。エマンダイあ、お願いします。スレイヤーアリーナ。さあ行きましょう。ボンちゃんはね、もう保護者がヘギーさんとイスカの大佐という時点でもう未来が決まってるようなもんですよ、ね、どういうポジションになるか。さあ大佐スレイヤー対ゴンザブローファースト相手を投げつける。さあ処理返した。これはちょっと読んだっぽい雰囲気だったんですけどね。刺さりました。アパチいけ。刺し合い相談が通る。わあ、しかし助けバディで返していく。ジャンディーは出てしまった。ここはジャクシコシコ投げる形か。ガメアジ中段崩して、ここおーっと、まあそう当てていきます。何かしたい、何かしたいが近づけない。さあ徹底しているハンマー近づきたいが近づけない。蹴っ飛ばして爆風巻き込まれていきます。まず1本ゴンザブローファースト数えた締まり。どうする誘ってファイル。しかし2回目落ちて、ドリルさせる。足前からどうする。ジャンケンうまい、うまいがリターンに結びつけるとかもかなり難しい。まあやはり誘う、これは軽めに刺しちゃったんですけどね。どうです、ちょっと勢いが死んだが。さあゴンザムローファースト立ち系で威嚇して、その立ち系を潰す選択肢をしっかりとその時の技を振らずに潰しています。
声がかかる。おお、ももし前 B からワイハイ。あっ、これはおいしい。あこれはちょっと出なかったか、それとも出なかったんだと思いますが、よしこれからバックで発。あー、これは誘ったの。いけ、投げていく。ベージュワルどうなる。あーごめんなさいと一言。あっさあ、今回はね、アバヨは決めませんでしたが、勝ったのはゴンザブロファーストイスコの大佐、それはルザです。さあ、カギシンウェットマン対平岡海 A 番台でお願いいたします。生物学的には人間と大差ないですからね。絡めてなんて媒居にいとまがありません。大差はですね、この試合の後の小一さんと山さん、小一さんの井の山さんのメイの、負けた方とルーサーズになります。カギシンベットマン対平岡海、まあなんかこの組み合わせ見るたびにアインマンがきついって言ってたんで、多分きついと思うんですけどから始まるんですが、まあ若干きつそうらしいですね。はい、わかんないですよね、こういった特殊なキャラクターの相性っていうのは。特殊なキャラクターに対してゾニーは大体強かったりするんで面白いんですけどね。まあけど今回はみんなに強いですね。さあエイパースラスト 8P からここは無理をせずダウン取っていて、チューダッシュ、これは3敗グリードと痛いの全部入っちゃいましたね。しょうがない、こういう時は切り替えが第一です。ダイランドさあ、タイムを通してタッチ、はい、チャガー、はい、ジャンピー下がってくれますと。さあ、ここは吹っ飛ばし、歩き投げ、スジャンケージャンエスパシャイ、シー、タスク足場いいかな、足場いい、デイブはよく打った。ジャンエス、グリードが、根元の判定が当たらなくなっているらしい。ジャンス、ジャンピー、置いて、スタイシー、これはシーガス振ってきた。落とす、置き攻めは前ハイスラからシーガスの選択。ここはスタンディパネでしょうか。しかし画面端に追い込むまで成功。上海そして崩れた。いや消したかったが無理がない。さあこれうまいですね、しゃがみハイスラ、こちらをスタンエッジに対して合わせていきました。これはちょっとこれ浮遊が出ちゃった感じですかね。だけはいはい、3はい、グリーンの先端に誘ったが、ここはスライドベーバー当たれば大ダメージでしたが、ここはちょっと届かず飛んでいく。2手割った、3はいと助け相打ち、うわうまい。ヘッドマンの浮遊攻撃なしでタッチ体験というか、ロストソウルはこないやっていたのを見てみんなやってきてる感もある。いいっすね、やっぱリスクの少ない技、リスクの少なめ当たればかっこいい、大事です。これはいい、いけそうか、どうなる、ロマンキャンセルのセーフ。あーダウンが取れなかった、まずい。これはデッドタンクの方が割と命がけ、頑張った、しっかりと耐えてから打ってきました。チャンハイ先端消えているタイミングをずらす、キンマソくるくるパンでうっとなるスライディングで移動、サーファイなんてこったジャンプエース、スライディングって言っちゃったけどサンパーですね。3連覇黄色がちょっと面白かったんですけどもね。いやーここは逃げ切れませんでした。勝ったのは広告恋小木慎さんはルーサーズ、トゥーリオさんと B 番内でお願いいたします。では、小石さんの井野と山さんのメイン A 番内です。はい、山さんいらっしゃいました。あ、そちらですね、小石さんと試合となります A 番内です。山さんのメイです。山さんか。見ていきましょう。注目、ロイさん注目の選手ということで見ていきましょう。これどうですかね。やっぱメイがね、今までのそのイグゼクシリーズと打って変わって置き攻めキャラみたいな感じになってるんで、
まあ、両者置き攻めキャラなんですけども、立ち回りはどうですかね。基本的にやっぱジャンプ S とか攻撃判定の強い技をアメリカが振りつつ、井の側は飛び道具メインになってくると思うんですけども、やっぱ着地するまでカウンターヒットがねあったりする、相打ち上等で前に出ていくっていうのも戦略の一つではないでしょうか。ね、こんな感じ。おお、エースすげえ操作した。こうですね、こうやって着地までに、ただゲージが溜まってしまえばヒールキャンセルができるんで、このゲージをどこで使っていくかというですね、使いどころ。はい、スラキョムに吹っ飛ばしていくジャンピー、押し返すね、うまい。ボールが来るとちょっとしんどいか。両者ともに対空はちょっと厳しいので、マイキーは横に強いんで、やっぱ上から振られると結構めんどくさい。メガはノーマット、お互いやっぱ対地性能に優れてるのかな。おお、すげえな今の。ジャンビーを2件使わした。対策ジャン、はい、申し訳ない、これカウンターヒットじゃなくてアブだったらよかった。しっかりと音符対策をしています。いやー、でこれはスタンプなかなか落としづらいんですよ。ヒールキャンセルいい判断だ。もうここはマイピーを飛び越え投げ返しました。どっちだ、縦表だ、見えねえ。いやー、ここはうまい。縦蹴りヒールキャンセルからの上り卓でしたね。感性がちょっと消えて表に倒した。削り下ろした、飛び台が音符が動いている。早め早めのジャンピー対空を押しつつ引っ掛けたら、ケビからまでつなごうといった立ち回り。さあ、ここ走った。そして先ほど前ピンをしていたんで、ここは様子にあのね、読み合いが回ってる内容。落として置き攻めは縦からの暴れつぶしの縦蹴り。さあ、そこちょっと使いづらい。しっかりとシャンパイさんに合わせていく。ジャンハイ一気に飛んできて、ジャンプリリー崩してきましたね。それジャンハイジャンディーで、崩してきました。勝ったのは小石さんの井の強い。山さんの井はですね、ルーザーズ7番なので、この後イスカの大佐スレイヤーと試合をしていただきます。めっちゃいい返事来たやつ。では2回戦入っていきましょう。投げさんのファーストと、ゴンザボロ君のファースト。今日はゴンちゃんの方が物投げの運はいい感じがしていますが、どうなってくるか楽しみ。ギルティギアエグザ。Who dares to enter the main?さあ、 B バンダイは連戦できるのかな。ガチモンスターカギシンさんとロイさん、お願いいたします。ファースト同系打線あんま見ないですよね。まあ、同系打線自体あんま見ないんですけど、ゴンザブローファースト対投げファースト。さあ、走っていきます。ゴンちゃんはかなり自分でも言ってました、作業型でやってるんですけど、投げさんはこの作業だけじゃきついなっていうところ、しっかりリスクを負いながらも前に出るっていうのがやっぱ違いだって言ってましたよね。この辺見ていきたいと思います。あー、おー、燃えてる、ギリギリ飛びだ。いやー、爆発。そしてチビも消えてガーフ飛んでた。どっち、チョピー潰した。2フェースだから、ここは絡みさせてエンジェルス、ロマンキャンセルからエンジェルス刺して今素晴らしい。ガソリをして、タッチ系からエリエル。いせーおっと、手出せない、爆弾があるので、ジャンプキャンセルが出しても、ね、削られてしまう体力。初段崩して、セミ警察、あーっと、エンケレス、相打ちでいいという、素晴らしい。出るかなと、いいアイテム、はい、出れません。おお、ここは上がっていく。まあ、両者刺さっても今のようにジャンプ台で追撃を受けないということで着脱していったのでしょうか。あ、2杯飛んだ。よし、しかもこれチョコレートを拾えていない。2回
けからのセッター刺さった。ここが流れが変わってしまう。攻め切りたかった。サドゲファーストが後ろで固めていきました。ロマンキャンセル、ちょっとここは息が止まってしまった。飛んでいく。さあ何が出ている。これはちょっとした爆弾が当たって、おまたしてもしっかりコンボ。ロマンキャンセル、これは花からの大きい攻め。マヘビーは出ていましたが体力回復。ネットグルから何を重ねるジャンケーから当然ちょっと狙いすぎたか。それとも干渉か。あーっと同時に起き上がる。前に出た。うまいですね。テイクない。うまいゴリゴリいきましたね。さあセオラウンド。なんだなんだ、爆発している。なんでジャンプイコに引っかかった。走って飛んでジャンディ勢いが持ってるじゃん。ついた通りでゴーイングダッチハイ。ボタン押してるが、ここは冷静に切り返す。味見から当たってしまった。またしてもブラックホール逃げられない。勢いが刺さって花ゴーイング置き攻め。2K ダスト当たったら終わる。テッドングルゲージは 50% 装填キールキャンセル。飛ばせて落として掴みました。勝ったのは投げさんのファースト。素晴らしい。ゴンザブロ君はルーザーズ、行きです。続きまして平岡海対小市井のエヴァンダイでお願いいたします。いや、あなたの模倣は完璧でしたよ。決着も運みたいなものだった。でもあえて聞きますが、何か得がありゲッティングオーバー。 Guilty Gear Who dares to enter the mayhem DIGC Arena Eno vs. Kai Get ready to roll。ウィナーズって勝ちそうな見てる間全部ルーザーズあり。さあ下のブロックですね。イスカの大佐スレイヤー対ヤマメイン B 番内ルーザーズを狙っていきます。もうオッケー上がれるか。投げ破る。さすがかなんか出なかったらしい。チャージ、ヒロ、カノ、クラ、アンゲス、ジャンハイを見ました。着手、ゲダン。さあ、お互いに空中戦、ガードさせて、クーダ。これを撮影ケミ、ギリギリバースト、たまらず。おいしいものやっています。あ、なんだ、エスケープは出なかったっぽい、3-1。ふっ。オッケー、そうです。ジャンハイ縦からほい消毒からのどっちだこれ。距離は裏でした。見えません。表現から再びめくってそのままエリアル。いやー見えない。勝ったのは、小石さんの井野です。ではではでは、先輩はルーザーズです。じゃあ、準決勝やります。早いんですが、なぎさんのファーストと小一さんの井野、こちらに勝ちますと決勝進出。負けてしまった場合は敗者復活決定戦から、試合となります。ルーザーズの方は負けても大丈夫です。ゲーム内のねナレーションみたいなのがなかった。自分に対して会場音声、イスカの大差でお送りします。諦めなかった結果、山さんが勝利でよろしいですね。はい。
はい、じゃあ、ルーザーズなんでさ、次はゴンザブロー君と平岡先輩なんですけど、今ちょっとあの飲み物買いに行こう言ってもらってね、ちょっと待ってね。オペが必要ですね。さて、この間火曜日の大会はですね、かなりこちらやっていたお二人、ケミカルを刺して走れ、オープン、ジャンピング引きずり下ろしてダウンまで行きたいが、なかなかダウンまで行けない。逃げ方がうまい。さあ、お互いにゲージを使う。 25% 使用したところで立場に戻ります。おっと、ハンマー、ここは行ったというし、先輩そのままゴンザブロ君とお願いします。さあ、ここで流れを変えるアイテム、メテオが出ました。おお、ハンマー投げはさせない。ガリル空中制御がうますぎて、しかし音符の操作もさすがといったところ、なかなか相手に避けさせません。画面足十分崩したバソ状況がいいが、ハンマーはまずい。どうしてメテオ、これを生かしたい。下がるしかないが邪魔い。追撃はもらいたくない。足場から、うわ、ブラックホームが出て逃げられない。爆弾から距離を取って二段ジャンプで回避。ケミカルを物投げにさせて、ルージュラッシュ、ゲージは 100%、 しかし読まれるリスクもある。どう使っていくか、艦長がヒット当たるかな。おっだなんてこれ、しっかりやってたが結局刺されてしまう。さあ第2ラウンド、はいはい、それは打ち切った。もういく、一応入れ替える、ジャンピー、これは落とせない。はいはい、それはジャンピー。さあキャンセル、これゴーイングもね見合わせっす。それに対して愛を刺していくって感じですね。甘いピンカー、しかし石が入れ替わった、投げていく。さすがの反応、うっと縦ゲームから伸びてきて刺さってしまうが、ここは通り過ぎてしまう。バーストを使ったが、さあちょっと体力がついてきた。ジャンプハイすら刺さって走、逃げたいがクーダ、ジャンプインエースロマンキャンセル、足払い装填。最後はしっかりと決めてきました。勝ったのは、なぎさんのファースト、ひとまず先に決勝戦進出となります。次の患者が待ってるのでな。こいつさんはですね、ルーザーズの決勝戦からとなりますので少々お待ちください。じゃあもう全部この後 A マンダリやっちゃいます。今やってる、ゴンザブロー君、平岡先輩、勝った方が山さんの名と A バンダイで、勝った選手がカギシンさんのベッドマンと、そしてそちらに勝った選手がこいつさんと試合となります。結構続きます。ナイスバッティング。最後はね、デカファーストバッティング、華麗にホームラン。ペリカ、ペカ、ペカ、ペリカですね。ちゃんと稼ぎましょう。幸せそうで。さあ、A バンダイ、山さんのメイト、ゴンザブロ君のファースト。こちらの勝者が鍵新さんのベッドマンと、それに勝った選手が勝者が小石さんと敗者復活決定戦です。 A です。じゃあ B バンド終わりで、さあ、おいきなり水分補給した声が、山さんのメイト、ゴンザブロ君のハウスト、いてーすげえ減ったな。うわ、うまい、どうしたげ。さあ走ってタッチピーポタン押していくよ。結果的にファーストが美味しい。さあ、ここはエリアルジャンプまで、
カオマンキャンセル、2K、2S、足払いとハンマー、おーい、めっちゃいいアイテムが届きました。チョコレート、早い、すっげー回復した。ハンマー分はね、解消した感じでしょうか。 S、 あー、ハイソンが出なかったか。そしてドリル、それ継続したい、前に出た、いい判断。そして回したも一緒に待ちましたね。反省が逆にすごいな、今エリアルからヒールキャンセルあるんで、ちょっとこれおーっと、ジャンプスケツを引っ叩いていきます。さあ距離取った、エンピルス上海4クロサス。さあメイガはなんとかお犠牲の形まで攻撃つけたいが、ゴンザフローファースト抱きかけに牽制を振っています。なかなか近づけない。デンジャーを待つ、ピョーンからロマンキャンセル、ダウンを選択。おいおいおい、すごいな。あー当たっちゃった。さあ取り返す。ポンちゃん今日すごい運がいいね。シャイナグレーのハンマーを選んでいきます。やばせ、開幕出したい。やるとね、見た目がねちょっと可愛い感じなんですけど、完璧いい感じ。タクヤさんも大好き、タクヤフェイス。おいで、さあしっかり、おーここできてない。ヤザン D 装填止めて、パチキータイク、ジャンハイまで、あー焦げてしまった、落ちた、キルキャンセル、わかんねえ、逆にわかんねえ。そのまま攻め切りました。勝ったのはゴンザブロー君のファースト、おめでとうございます。じゃあゴンザブロー君と、ね、カギシンさん、敗者復活決定戦でね、準決勝ですね、敗仏、準決、準決勝、敗仏の準決、合ってるな。Heaven or Hell Duel One Let's Rock Countdown。 さあ行きましょう、カギシン・ガッツマン対ゴンザブロー。さあ前ピーからイエス・シンドさん、すげえコンボになっている。シャミハイからデジャブ、前ピー押し返した。おいおいで、ドリルを刺して、ミハイスラ刺した、ドリルバスト、ちょっとね、序盤押されてしまったんですけども、ここはダウンまでしっかり取っていきたいところですが、まずここね、やっぱバスト使いますよね、特性が非常に強力。ガーッと刺さってしまった、着地を取り出したが、いいアイテム、続いています。ダッシュ、メテオ、前ハイスラ 2P をこすっていましたが、ここは届かない。いやー、いい反爆戦、これはちょっとね、うまかったですね、引きつけてまして、2K 後転から地味、次の攻めは中下か。いやー、バストはしっかりだろ、立ちて先端でもしっかりコンボ、体力回復、ジャンピー空回復、いい判断、リガスで、これはキルハンスで、前 P からちょっとね、ここは怖いって距離を取っていきます。ジャンプカウンターから続くシーダスク、ここ下がちょっとダウンしてなしまったか、いいダメが当たらない、ちょっとお願いか、足け足払い、表逃げてるけど、どっちだ、鳥の属再び2P を捉えたが、あーダウンまで行きたいが、ソリが救っている。さあ細かく固めて逃げるが、着地中断、ギリギリたまったワーストはフィニッシュと同時でした。勝ったのはゴンザブロー君のファースト。ではゴンザブロー君と小一さんの犬でルーザーズ敗者復活決定戦です。勝ちましたら、決勝戦進出となります。決勝に進んだ場合は、ウィナーズルーザーズ関係なく2試合選手となります。
Arena. Eno versus Falco. Kevin Watts.さあ、それでは敗者復活決定戦、勝ちますとナギさんとの決勝戦に続きます。見ていきましょう。見ても負けてもファーストが連戦となります。こいつさんがちょっと厳しい状況ですが、ゴンザマルファーストを倒していきたいところ。さあ、ゴンちゃんはファーストでオラオラスタイル。しかしここはいいですね。今日はついてマイビー出てまくるが、ハンマーも来る。怖い前切り返すが、ガンガン押していく。体力回復はさせない。そしてこの間は物が投げれない。しかし、ジャンハイ、ジャンハイがちょっとこれは処理をミスってしまうと非常に危ない。さあ、敗者の強原木と投げた。しかしが歩いてる。さあ、ここギリギリ当たらない距離で崩した。ダメージ、ダメケミカル暴れ潰しとなりました。動けたらもう起き上がれないですね。うおー、バッキーでジャンディーホルキナその上から刺していく。おお、すげえな。なんかとりあえず1投目はメテオが、とりあえずメテオみたいなノリで出てきますね。すごいですね。スイング、あっと位置が入れ替わった。ちょっと軸がずれたか。足上がって取って縦ひめちゃんの前空中投げ狙いが見て、ふっ、まあ、アイスラを通した。ゴンちゃん持ってます。最初ラウンド、アインテレスの前 P、 ここはちょっと手薄が読まれたか。前 P から空投げ、うわ直接前ハイ、これは怖い。ファーストはね、かなり気をつかないと怖いところ。サニホルキンを使って8ピー、これはいい暴れ。ゲンカルを刺してメリッツ2敗する暴れ潰し。バーストもガード、縦からタチピー拾って下げじゃない状態。ここで仕留めたいが、ガードを固める。ダッシュマイピー、ゲンカル押し返し飛んだ。ジャンピー系から出してきない。マイピー、ここはドリルを読んでいきました。最後は押し切れませんでした。小市さんの犬が勝利となっております。それでは、投げさんのファーストと小石さんの犬で、カードは続きますが、決勝戦を行います。決勝戦は、ルーザーズ、ウィナーズ関係なく2試合選手となっております。ゴンちゃん、すごいね。2ラウンド目の1投目でほぼメテオ出たんじゃない？今日。あ、先輩の時やばかった。やばい。ちゃ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 。ゴンザブラッドエッジってさ、ベンザブロックっぽいよね。ちょっと薬の名前みたいな。なんでもない。刺激的絶命拳も打つしな。さあ、というわけでいきましょう。12月7日の高田の馬場美里のギルティギアイグザードレベス木曜シングル大会決勝戦第1試合2試合選手となっています。ウィナーズ勝ち上がりは投げさんのファースト、ルーザーズ勝ち上がりは小石さんのイノ。いきましょう。ワイの上司仕事いっぱいいるけど、ワイにどんどん投げてくるかわいそうに。もう我慢できない。さあ見ていきましょう。さあ、体型を誘う動きですね。いやらしい。開幕でちょっとジャンプしてテンションゲージを 1% で回収して、それを、フォールコードスディフェンスに回していくんですね。さあ、2敗戦の暴れ潰し。さあ、体力半分しかしてくる。
から攻めきれないと場合、さあ先ほど見せていました暴れつぶし、ここはガードを固めれるとしっかりと見ています。じゃあこういう感じの速度が長くて頭に刺されてる場合も結構続きますね。ダヒンクル、ギロからのオープン、空中からここはしっかり直前ガード、相手にバックを当てさせて、そのバックを自分は直前ガードすると追撃が間に合ったりします。素晴らしい、対策ですね。ジョニーとかジャンプリーとかソフとかもジャンプリーとかゲットとかしますね。あーこれはまずい、グランドクロスのプラス爆弾みたいな、グランドクロスは普通にケミカル間違いない、けどそんな感じです。総裁これはどうなる、いろいろちょっと怖いが攻めていきます。ドリル、これは割っていく、ダメージアップ、まだ生きている、ゴーイング、素晴らしい判断、ダウンを奪って大事ですね、多少安くてもダウンを取ってお攻めする。なんでその判断が素晴らしい、しかしここは切り返されそうですがガードが硬い、崩れない、そしてしっかりと硬直カウンターヒット、ケミカル空振り2敗差させていきます。そして毒続かないが、ここ放置した時の体力が減っていく、空中投げ捉えた、どうなる、うおー 3S6S か、投げて毒動けるか、立っちゃった、マイピン、これはどちらにせよホールドレスディフェンスが張れない状態でした。初期のバージョンだとね、死んだ後にあのアイテム拾うと生き返ったんですけど、さあマイピン対決、これバスト、さあここは前強限で着地したところを刺していきます。あと両限、そちびが危ない、カウント人ちょっとヒヤッとしますね、ハンマーが出てるんでね、まあ、ハンマー以外の爆弾ドラもそうなんですよ、チビのそうなんですけど、その辺のハンマーがマジじゃないんでね、ほぼやりそうだなと思ったら注目です。ドリルキルキャンセル、ここいいハンマー、そしてオープン、下から裏からですね、これはちょっとファースト側は返せません、ブリッツぐらいか、ちょっとドリルキャンミスってしまった、このスキルを逃がさない、ファーストはここは温度がしっかり表現に合わせています、確定ポイント、おっと気づかないところで毒に当たっている、がチビが歩く、どっちだ、裏から来て挟み込む、いや飛んでいた、カットケームが何かでしょうか、素晴らしいです、あと温度がギリギリ当たっているチビを使ったか、今おお前ピー物投げにしっかり打ってきました、素晴らしい、体力残ってたらちょっと怖かったですね今の最後半分。まず1試合は小井さんの犬、画面端の多分あれだよね、チビだよね、チビに破裂してたよね、多分ね、すごい、さあ1試合目取っていくのは小井さんの犬、さあさあさあ見ていきましょう、第2試合、さあ奥1回で出して、さあ花火はちょっとこれは面倒さんに影響を受けてきます、ボーッと投げ返していきます、素晴らしい、ジャンピーの空対空でドリルを上から叩きます、そしてちょっとこれはバー対技を振らない、そしてドリルは無理をせず後ろランプ、いやー違反なんですがここはちょっと間に合わない、拾えないので物が投げない、どうなる、ドリル2敗すらからハンマー、ここ引っ張ります、そして爆弾なんでここ距離を取るんですが、あんまり引きすぎてしまうと攻められてしまうんで、ここは音を出していく、黄色キャンセル、そして2球が刺さった、おっと空振りに刺す、いやーレベルもねしっかり画面見てます、 2K 立ち合い、ゴーイングから大きい攻め、これは上に飛んでいってしまいます、表現裏側に着地、空投げ逃がさない、ハンマーと一緒に攻める、 2S ケミカル潰した、ジャンプですかこれは、潰してます、立ち系装填、そしてタメハナ、ゴーイング、こっちは中断でください、はいはい、これやっぱねどうしてもこの後下段の花を意識するところでいきなり飛んでくる中段アシミ、さあそしてクーダーシグガード2回目、
初段ところから足場合花火当たって痛い。これは逃げられる、ガックライン逃げになったか。狂言発生前カウント人送る、そうした。気づい先端どうする、動けない。これは下段が刺さって取り返します。石石ファッションには疎いのですが、露出が過ぎる服装はオーバー。ギルティギア Who dares to enter the main。さあ最終戦となります。こちらの試合に勝った選手が本日の目標シングル大会優勝となります。そう、なんかあのファーストの味見集団で食らった時、なんか謎々かけられてる気分になる。あの花が下段でヒールキャンセルすると上段だから味見はんみたいな。一瞬思考が止まるんだよね。あれなんだっけみたいなね。絶対そのやり取りを頭の中でする。あれ中断食らったと。さあいきましょう、最初戦。さあ初回逃げてきた、シルファスはいい仕事を。くーちょ投げ取られた画面欲しい、引きずり下ろしてバウンドからキミフル刺さるが空振り、危ない。ここは2敗差しっかり振っていますが間に合わない。そしてそれに前ジャンプから行きました。バスガード手袋刺してチャンゲス、ネットが避けたが前ジャンプの直前ガードを狙った感じだったでしょうか。画面端ダッシュ、メッター飛んでいく、位置を入れ替える。これバストお互いにこれで保険をかけられません。ここ振ってダッシュ、ちょっと潜れなかった。これはチャンス、投げさんがもう野田はちょっとこれはすごくでかいか。最初の表現移動して縦が怖い、しっかりドーホルトを使って逃げたい。タイミングをずらしたがエリアル、これは残るか。ロマンキャンセル、ジャンプエースゲージをしっかりと使用してこのスピード成功。投げファーストがリーチ、さあ下段を通して足ガード、いいローイング。なんかそうですね、飛び道具と通常攻撃が一緒に当たったので全然どこも達成せず、画面端に前ハイ通して、ここはバータイ足払い、まだ残るが突然の島ありえる。どうする、2敗チビが残っているが、あと一発、ここは立ち目引っかかるが遠距離です。ここは走ってからの遠距離です。飛んだところを引っ掛けてきました。勝ったのは、投げさんのファースト2勝1敗で本日の決勝戦を制しています。というわけで本日の2月7日の坂田のババアミカドの目標シングル大会終了となります。優勝は投げさんのファーストでした。おめでとうございます。はい、明日はですねお休みですが、大会はお休みですが、土曜日曜月曜日の3連休に、ミカドで、大会を行います。事前取りを行っておりまして、初日はシングル、ごめんなさい、新人戦プラスレディース大会、あとなんだっけあとなんだっけねあのね、ちゃんと覚えてるつもりだったんですけどね、一応確認しておきますね、変なこと言わないようにまあただね、その新人戦で結構質問が来ます。まあどこまで出ていいのか、結構ね今ね段位っていうのは上がってまして、まあ、自分出ていいのかなって悩んでる人結構いるみたいで、まあ公式大会の本戦出場者でなければ全然出ていただいて構いません。まあたくさんねエントリーしていただければそれだけレベルごとに分けた、トーナメントを開催しようと思っております。まあ、新人戦と一言で言ってしまえばね一つの大会かなと思われると思いますが、新人戦も新人戦で、いろんな、層に分けてやろうかなと、いつもね新人初中級者大会3つぐらいに分けてやってるんですけども、そんな感じで運営しようと思っておりますので、たくさんの、ね、エントリーお待ちしております。よろしくお願いいたします。で初日ですが、1日目はそう昭和対平成紅白戦だわ、コンセプトマッチの紅白戦となっております。よろしくお願いいたします。まあ分かんなかったら当日来ていただいて俺の方に質問してもらえれば、あ出れるか出れないか、まあ、そこで判断する感じになると思いますので、まあ、ぜひ、ね、遊びに来てね。はい、お疲れ様でした。